荒井雄岩から1909年12月1日は、幕臣、日本の海軍軍人。運用、航海の大家で、三浦勲と共に、海軍士官の目標とされる存在であった。旧名は、小吉。最終階級は、海軍中将。墓所は、青山霊園。第1回遠洋航海参加生徒。前列左から雪下熊之助、上村彦之丞、後列左4人目、内田正俊、山本権兵衛、9人目、片岡七郎。サンフランシスコで撮影。幕臣出身。江戸幕府御船方の経歴を有し、1872年12月19日、海軍兵学寮13等出士として海軍に入る。兵学寮は荒井に、戦軍運用を担当させる目的であった。山本権兵衛が、幼年生徒初期、上村彦之丞、日高宗之丞が、壮年生徒初期として在学していた時期である。初期の兵学寮では、学科教育とともに、英海軍から招聘した、ダグラス少佐らの実地教育が重視され、同年12月15日に、筑波が、兵学寮所属練習船となる。荒井は、同艦乗組となり、長期にわたり、在校生の指導に当たったのである。同艦は1875年に、最初の遠洋航海にも使用され、帰国後は、西南戦争に従軍した。1884年に、同艦艦長心得となり、翌年、日清艦長に転じるまで、筑波艦勤務が続いた。少尉から、大尉時代の同僚に、幕臣出身の三浦がいる。千代田海港委員長、浪速艦長などを務め、扶桑艦長として日清戦争に従軍。航海海戦では、連合艦隊本体の殿となる同艦を指揮した。扶桑は、最速13ノットで参戦した日本海軍の艦艇中、赤城に次いで2番目の列速であったが、新国北洋艦隊の主力艦である、庭園の突撃をかわし、同艦に砲撃を加え損害を与えた。戦後は、横須賀鎮守府軍工部長などを経て1898年少将へ、昇進。日露戦争では大本営となる。日本は、戦利品となった、露国の沈没艦船の引き上げを図り、まず、仁川沖海戦で撃沈した露国防護巡洋艦、バリャーグの引き上げを行った。未だ戦中の1905年3月9日に始まった引き上げ作業に責任者として成功した荒井に対し、明治天皇は勅語を下している。バリャーグは日本海軍籍の宗谷となり、第一次世界大戦期に露国に返還された。同年9月の中将進級以後、隊名、給食、予備役の発令日はすべて三浦と同日であった。荒井が二度艦長を務め、日清戦争を戦った、扶桑を引き上げられた、バリャーグ、兵学寮往復、劉宗五郎が異数名選挙の県兵学寮申しで、8月11日巡洋艦、ワリアーク引き上げ委員長、荒井海軍少将に賜り至る直後、極秘明治 37.8 年開戦し、第10部付艦に、第3編戦利艦船の収容引き上げ及び非開港。第1章収容艦船の概要。ありがとうございます。